皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。スターデウス、実況始めます。資源不足が表面化した前回。あれも足んないこれも足んないでもういろいろ大変。特に燃料の問題が深刻なのよね。現在電力燃料の主力は宇宙船が大破した際に散乱した鉄板とチタニウムプレート。その備蓄もすでに半分以下となり、とにかくこれらに代わる燃料を探さなければなりません。今思えば最初の場所から離れる時に鉄板とか全部回収して大正解だったのよ。現在は燃料を求めてまた別の惑星に向かっている途上です。一足先に調査隊が採掘始めてるんだけどね。とはいえ資源不足でもやることはやっています。宇宙服や材料の残っている部品の生産は引き続き継続中。作業部屋の自爆霊マイケルさんに見守られながらの作業風景。あ、結局マイケルに気まだこのまんまなの。結局このまんまです。前回謎のハンストに突入して非業の死を遂げたマイケルに気、どうか安らかに成仏してほしいのよ。これからずっとこの状態というのもちょっとゾッとしませんしね。まあどうにもならないことに文句を言っても始まりません。残された我々はまたお仕事を始めましょう。じゃあ最初にいつものやつね。前回コールドスリープからお目覚めのウリストさん。スキルは科学と掃除が得意ないつもの組み合わせ。特徴は腹ペコ。そんなスヤーしてるウリスト2期のニックネームはこちら、ウリ坊。じゃあ仕事始めましょうか。ちょっとはリアクションしてもらってもええんやで。ウリ坊にはマイケル2期の生まれ変わりとして元気な良い子に育ってほしいのよ。じゃあ仕事始めましょうか。調査隊の採掘が終わるまでの間に一仕事です。前回研究でアンロックした核融合エンジンを船尾に取り付けます。出力は現在使用しているスラスターとは比較にならないようですので、別の惑星への到達時間が大幅に短くなることが期待されます。つーかでけえエンジンだな。おい、これなら確かにめっちゃ速くなりそうな雰囲気。現在使用しているスラスターの数は4つ。核融合エンジンがどのくらいスラスターより出力があるのか不明ですが、とりあえず2機取り付けておきましょうかね。これは次の航行がお楽しみなのよ。ちょっと原料不足で部品が作れませんから、3期目以降はさらに次の惑星についていこうですね。追加なんて必要ないくらいのちょっとやでお願いするのよ。次は電力問題。エネルギー効率の研究でアンロックしたソーラーパネルアレイを船外に設置します。これ1枚で出力 15kW。 意識高い自然エネルギーなんで燃料いらずなんですよ奥さん。まあなんてお得なのかしら。でも小惑星だけは勘弁な。激突したら速攻でアウトよね。まあ材料も大した量ではないですし、折を見てパネルを増やして補助電源程度には使える程度の出力を確保するようにしましょう。そしてシャトルが最後の採掘を終えて宇宙船に帰還。エンジンとパネル作る以外ほとんど何もできんかった。あとは発電機を多少入れ替えたくらいですね。資源が足りないとマジやることナッシング。研究も今かなり重い内容やってますから、なかなか終わりませんしね。とにかく採掘は完了。量はそこまで多くありませんが、石炭も手に入りました。一部の反応炉は燃料を石炭に切り替えて鉄板とチタニウムプレートの消費を抑えます。この2つなくなっちゃうと建設もろくにできなくなっちゃうのよね。では次の目的地に進路を取りましょう。どこも離れたお星様ばっかで目的地に悩むのよ。まあ新型エンジンのテストでもありますし、ここは一番近い惑星を選びましょう。このボブという名前の惑星が次の目的地です。ね、簡単でしょ。さて新型エンジンの実力を拝見しましょうか。無視すんなよ。ということで現在惑星ボブに向かって航行中。新型エンジンも調子よく孵化しているようです。ええやん、アフターバーナーの長さが前のエンジンとは比較にならないのよ。勝ったな、風呂入ってくるわ。実際かなりのスピードで航行していますね。これなら前の時ほど到着まで時間はかからないでしょう。移動の時間ほど無駄な時間はないのよ。特に今のような資源不足な状況ではなおさらですね。重い研究でしたがエンジンを優先して正解だったようです。ボブへ向かう途中ですが、マスター事件です。どうしたの、なんかあったの。それがですね、なんかいきなりブリッジに意味不明なサムシングが現れまして。いきなり現れるとかそんなことあるわ。あったわ。おまけにこんなのあったっけ。なる実績まで解除されました。なんなのこれ。名前は謎の物体。どうやら何か鹿の卵みたいですね。一体どっから持ってきたの。だからそれが不明なんです。気がついたらここにあったんです。なんか緑色に光ってるし、これ絶対ヤバいやつなのよ。うちのお船にこんなの買う余裕はないのよ。元の場所に捨ててきなさい。ですが中身が何なのかは確かになります。とりあえず現在使っていない区画に放置しておきましょう。おいバカやめろ。退屈な船内生活におけるちょっとしたスパイスですよ。いやあかんって、火遊び程度じゃこれすまないのよ。とりあえず動きがあるまで様子見ですね。何が出てくるのか非常に楽しみです。出てくるまでのお楽しみですので大変恐縮ですが、この卵についてご存知の方、本件についてのコメントはご遠慮ください。みんなでサプライズを楽しもうではありませんか。いやあかんって、ちょっと話聞きなさいよ。そして今回もまた新たなお友達がコールドスリープからお目覚めになりました。またおにゃの子なのね。いいじゃない。
しかし毎回ごとに一人ずつお目覚めになるとなれば、近いうちに寝室の拡張は必要になるかもしれませんね。そろそろおにゃのこと野郎の部屋くらいは分けてあげたいのよね。全員個室とまではちょっと無理だけど。今は高校の安定が最優先ですが、それができたらまた考えましょうかね。研究が一つ終わったので次の選択、クエストに必要な研究や武装、防衛関連の研究を進めたいところですが、ここはあえて別の研究を選択。こちらのオートパイロットの研究をまずやりましょう。こちらその名の通りクルーの誰かがコンソールを操作しなくとも航行可能となる研究。今って誰かクルーにキネキが操作してないとお船が動かないのよね。そのせいで止まってる時間が結構あるし、これがまた到着まで長くなる原因なのよね。新型エンジンとオートパイロットでさらなる航行時間の短縮を目指しましょう。そして完了した研究の成果も反映します。こちらテレスコープ、クエストに必要な居住可能な惑星を探査する施設ですね。お、本命来たのね。資源不足で今はまだ建設できませんけどね。とりあえずブリッジに建設の指示だけは出しておきましょう。これが完成したら最終目的地までもうすぐじゃん。いいね。まあそう簡単に行くのかわかりませんけどね。今はプラスチックが足りなくて建設できませんので、原油を見つけるまではお預けですね。そして僕が目前に迫りました。随分と早いのな。いや確かにこれは早いですね。前のエンジンと比べて倍なんてもんじゃありません。そして僕にはなかなか豊富な石炭が確認されました。燃料不足が気になるお年頃の我々にはうってつけです。できれば別の資源も欲しかったけどね。とりあえず現状最大の問題を解決できるだけでも良しとしましょう。ということで調査隊による採掘開始です。メンバーは前回と同じ。みんな根こそぎ掘ってくるんやで。しかし本当に早かったですね。想像以上でした。正確に時間差を測ったわけではないですが、4、5倍くらいの差がある気がしますね。やっぱあのアフターバーナーは伊達じゃなかったのよ。これなら資源を採掘しつつ惑星と惑星を渡り歩くこともなんとかなりそうです。オートパイロットになればさらに安心。任せるのがあのポンコツってことだけが一番の不安要素。久々の出番でこの言われようである。いや事実じゃん。前回一般じゃん。だからあれは不幸な事故だったんです。一度しか言いません。今だから言えることですが、炎上覚悟でお話しします。あまり知られていませんが、意外かもしれないけど嘘のような本当の話。虚無ビジネス窃盗ごとくやめや。どうもすみません。採掘の合間に取引にも勤しみます。今回も武器商人からエネルギーライフルを2丁購入。クルーにキネキ全員の武装にはまだまだ遠いのよ。こちらからは相変わらずのコーヒー豆を売りつけます。コーヒー豆が唯一の外貨獲得手段なのよね。できれば他にも何かいい儲け話があるといいんですけどね。今はお船で使う分だけで精一杯だから厳しいのよ。まあ地味にコツコツと武装は進めていきましょう。そして僕での石炭採掘を完了。ちょっとだけ残っていますが、それだけのために採掘するのはコスパが悪いので次に向かいましょう。ほんとやっと一息つけるのよ。ボブのおかげで反応炉ほぼ全てに石炭が行き渡りました。これからしばらくは鉄板とチタニウムプレートは建設のみで使えそうです。日々減りゆく在庫に胃を痛める日々よさらば。次はマップの右端に2つ並んだ惑星に向けて出発。ちょっと遠いですが、新型エンジンならまあいけるでしょう。お船もスピードの向こう側を越えたし、こっから挽回してかないとね。まあ2つの惑星で採掘を終えましたし、今回はここまでですね。今回は航行速度の改善が目玉になりましたね。ちょっとは希望が見えてきたのよ。仕事に励むクルーにキネキの様子も心なしか軽やか。いつの間にかマイケルのボディも消えていました。あ、ほんと、やっと成仏したのね。マイケルニキ今は立派なタンパク質となっていることでしょう。だからそれやめれ。あと見てください、船内の汚れがほとんど落ちています。お掃除ロボットさんが全部やってくれました。あらほんと、もうほとんど汚れが残ってないのよ。お掃除ニキめっちゃ優秀なのな。清潔な船内にはクルーの皆さんも満足でしょう。ということで今回はなかなか順調かつ平穏な宇宙生活となりました。なんかとてつもない爆弾抱え込んだように思えるのは気のせいかしら。卵の中は何なんでしょうね。実に楽しみです。正直今からでも宇宙空間に放り出すのが一番だと思うのよ。それでは強化したエンジンを携え次の目的地に向かう船を眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。